いや、金越してロシファーだけは2013年の東大理系数学第5問やってみましょう。じゃあこれね。第5問、次の命題 P を証明したい。命題 P、次の条件 AB を共に満たす自然数1以上の整数 A が存在する。A は連続する3つの自然数の積である B。A を10進ほど表したとき、1が連続で99回以上表したところがある。以下はということだよ。括弧1。Y を自然数とする。この時不等式。X プラス1引く、ごめんなさい。X プラス Y 引く1かけ、X プラス Y かけ、X プラス Y プラス 1が、X30 プラス 3YX 乗用を大きく、X30 プラス、カッコ 3Y プラス、カッコ当時 X 乗用、小さいが成り立つような正の実数、X の範囲を求める。カッコ命題 P を証明すると思うんで、じゃあやってみましょう。丸5、カッコ1。X プラス Y 引く1、X プラス Y、X プラス Y プラス1イコール、X プラス Y3 乗引く、X プラス Y かな。あっちだ。X プラス Y か。Y イコール、X 三乗プラス、3YX 乗、プラス、3Y 乗引く1、X プラス Y 三乗引く Y、これが丸1としよう。X イコール0、Y イコール1以上の時、3Y 乗引く 1X が、0より大きい、0より大きいで、Y3 乗引く Y3 乗引く Y イコール Y の Y 乗引く1だから、これはこれ0以上、より、3y 次乗引く 1x プラス、y 三乗引く y は0大きいなので、丸1でまず左側が言えます。であるまた、丸1が x 三乗プラスプラス、3y プラス 1カッコと x 乗小さい同値 x 乗引く 3y 乗引く 1xx 引くことの y 三乗引く y がY が0より大きいとなるのか、X乗引く 3Y 乗引く 1X 引く Y3 乗引く Y イコール 0の解は、これ丸2としとこうか、丸2の解は、X イコール2分の、3y 乗引く1プラスマイナスルート、3y 乗引く1乗プラスプラスごとの、4y 3乗引く y イコール、2分の、3y 乗引く1プラスマイナス、この中身は 3y 乗引く1よりでかいですね。の絶対値よりでかいですね。9y4 乗プラス、4y3乗
引く引く引く6愛事情引く引くよ引く4愛プラス1かこうだよな。9愛4乗4愛3乗マイナス6愛事情、マイナス4愛プラス1、なので、丸により答えは x というのは、2分の、3y 事情引く1プラス9y 4乗プラス4y 3乗引く6y 事情そうだな引く4y プラスプラス1ちょっと字が書ききれなかったんだ。書けた。こうです。こういうことです。ちょっとごめんなさい。クソって言っちゃってないと。ちょっとうまく書ききれなかった。うまく書ききれなかった。ちょっと怒ったんだけど、ちょっと、こういうこと結構あってね、ノートで書くとね、ここ書き写すだけなんだけど、ちょっとめんどくさくなって。こんな感じの答え出た。次、カッコに言ったら P を証明せよね。カッコに。カッコ、命題 P だが、3y イコール、1、点点点点で1、ここ、99個は、これは3の倍数だから、99個あるってことで、93で割り切れます。3の倍数を満たす自然数 y に対して x イコールそうね十分大きな N に対して、X イコール 10N 乗が、カッコ1の不等式を満たすように。満たすように取れる。この時カッコ1および、x プラス y、A イコール x プラス y 引く1 x プラス y x プラス y と置くと A を満たす X3乗プラス 3YX 事情イコール13N 乗プラス11点点点点199個かける 12N 乗イコール1、1、0、点点点点0、0が
ここ1が99個で99個で0が0が、ここは 2N5 ここいくつだ、ここは取れる、取れる、ちょっと待ってね、N-99 個か、 N-99 個、ただ取れる、ただし N は100以上ですね、100以上、はい、取れるとしよう。これとあと X30 プラス、3Y プラスプラス 1X 乗イコール10の 3N 乗プラス11点点点で12、ここが98個かける 10の 2N 乗イコール10の N-99 個、11.1、ここが98個に0.0、ここが 2N 個より A イコール X プラス Y 引く1 X プラス Y かける X プラス Y プラス1イコール10.0、N-99個、1.1、ここは99個で、こっから先はよくわからんのですが、こっから先は 2N 個、となり A は B を満たす。A は B を満たす。満たす。よって、P は証明された。はい、証明されました。証明できた。これも解けました。こういう感じで、カッコ1の投資投資を利用するだけです。この問題。実はそんな難しくありませんから。全体でお見せよ。カッコ1は単に二次方程式解くだけで、カッコ2はカッコ1の使い方が分かればすぐ解けます。そんな感じ。13分くらい解いた。じゃあ回答を見ますか。回答をお見せしよう。2013第5問。2013年第5問は、こういう感じの回答で、こういう感じの回答。カッコ1、まず左側成り立つ、右側に関しては、二次方程式解いておくだけですね。答えとしては X は2分の 3y 次乗引く1プラス、括弧 3y 次乗引く1の次乗プラス 4y 次乗引く1。これ合ってんのか、ここ、合ってますよ。合ってるよ。合ってるね。合ってますね。合っています。OK です。OK。で、括弧2。y イコール3、だ、y イコール3分の1が1.1、99個と置くと、はい、これ OK。y は自然数。y、x イコール 10n は、カッコ1の条件を満たすようにできる。はい。n は100以上、99でもいいんで、100にしました。A を x プラス1、x プラス y 引く1、x プラス y、x プラス y プラス1とすると、はい。1とすると、A というのは、
1000は N-99個、1が99個で、あと 2N 桁のものになります。はい、OK です。はい、OK です。問題ありません。問題なしです。問題なしなこと確認してください。私の回答はこんな感じで、問題の回答は、こんな感じになってますが、答えは OK ですよね。カッコの証明問題も同じ長いですよね。OK ね。はい。まあ、解けました。よし、OK。じゃあ、またね。バイバイ。